激流が通路を覆い隠している。あ、行けねえってこと？行けねえってことらしいです。なんで今覚悟決めたのに。どうにかしてなんか水の流れを操作してからここに来ると通れるようになるっていう感じかな。え、じゃああと行ってねえ場所って結局あそこじゃん、このエレベーターの上。敵がわらわらで、なんか俺逃げたとこ。あいつは結局倒さねえとダメだな。ああ、近く、近くない？よし。あっちにもいんの？あー、ちょっと待った、あのフォーメーションで行くぞ、レベッカ。いつものフォーメーションだ。ビリーはもう勝手にオートで攻撃してもらって、でちょっと弾装填しといてあげようか。でレベッカは火炎瓶を投げる。さあ来い。やったか。あ、でも大丈夫そうだな。うん、なんか大丈夫そうに見える。よし、戻して。このフォーメーションいいな。たくさんの敵に囲まれた時はとりあえずビリーに勝手に撃たせておいて、もう敵が近距離まで迫ってきたらもうレベッカが火炎瓶を投げる。なんかまだいんな。あ、倒したか。あーし、倒した。でさすがにこのフロアなんかあるでしょ。あれ、ショットガンの弾、ショットガン置いてきちゃったのにな。ショットガンもなんかどっかで回収したいけどね。処理場管理人の記録。まったく、なんでここに一般の産業廃棄物まで流れ込んでくるんだ。もともとアンブレラ専用だってのに、こんな量を全て処理しろってのがそもそも無茶な話だ。その上あちこちで処理しきれなかった汚染物質の流出も始まってる。もうどうしようもないぞ。7月24日結構飛ぶね。とうとう閉鎖が決まっちまった。まあこれだけデタラメな使い方してりゃ当然か。それにしてもえらく急に話が決まったもんだ。今まで仕方を決め込んでたくせに。まあここを離れられるんだったらどうでもいいことだがな。わかんねえ。話が処理場管理人なんだな、これを書いたのは。うん、アンブレラ専用の処理場だったのに一般の産業廃棄物まで流れ込んでくる。で閉鎖が決まって、いやわかんねえ。話読めねえ。いろいろ他の情報も揃ってきたらつながるのかもしんないけど、ん？なんだこれ。今度、あ、あー、コンピューターチップ、ゴンドラ操作盤だ。コンピューター基板が抜けている。よっしゃ、取ってきたぜ。それレベッカだった持ってんの。頼むわ、頼むよ。ゴンドラへの通電が完了した。で何ができるように、ん？あの激流のところ通れるようになんのかな。行く場所そこしかないからね。え、なになになに、どういうこと、どういうことですか。本当に。このフロアはもう他に何もなさそうですね。ちょっとレベッカどいて。もう調べるとどうなる。え、レベッカ一人。小型のゴンドラだ。レベッカなら乗れそうだ。ちょっと待ってくださいね。あー、ショットガン欲しい。ショットガン持たせて。マグナムちょっともったいないもんな。ハンドガン持たせるか。交換。まあもしかしてマグナムが必要になる場面がないとも言い切れないけど、まあハンドガンなら弾いっぱいあるし、これで頑張ってもらおうかな。よし、行くか。どこに行くんだ。これ怖くない？中のレベッカ絶対怖いよこれ。
タイラントと戦うよりこれに乗って移動する方が怖いまであるわ。窓とかないしね。閉鎖空間で。お、何このコンピュータールーム。処理場 B8。 ほう、とりあえず敵はいそうにない。何このコンピュータールーム。ダムの水門。あー、それ欲しかった。通れなかったもんね、激流で。ダムの水門を開閉する装置回しまーす。また力仕事か。こういうのビリーにやらせてあげたいわ。うん、これこれ。通れるようになるんだな、あそこ。じゃあビリーのとこに戻んなきゃいけないけど、戻る間に何かしら、硫酸弾持って行ってやりたいけどな。グレネードランチャー持ってんのはビリーだけど。で、崩れてしまっている。他の道を探すしかない。あ、普通にゴンドラで戻れたりする。いや、あ、扉があんのは向こうか。ゴンドラが到着している。ああ、ゴンドラでこっから戻ることはできないのね。ここか、こっちの扉からか。わざわざ分断したし、敵が全く出ないわけでもなさそうなんだけど。お前か、おら、撃ちまくれ。あぶねあぶね。一体だったらハンドガンでも貫封できるんだな。撃つとちょっとひるみが入るから。お、硫酸だ。これはビリーへのお土産だな。で、そのボンベもしかしてこれ青じゃないですか。ちょい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 、ロックを外した。あ、そうじゃなくて、そのボンベ何かの薬品のようだ。調合器具で採取しますか。はい。調合器具には赤い薬品が入っている。これで硫酸、これがバッテリーの原料になるんだよな。で、電力が空のバッテリーってのはそもそもでも必要なんだよね。これ何の部屋だ。カプセルには見たことのない生物の、あ、いや、見たことあるでしょ、このシルエット。そこで倒れてるやつじゃないの。お前の足元にいるだろ。このバッタの、このバッタに T ウイルスを与えて培養してたみたいな感じなのかな。奇妙な波形グラフを表示している。うん、これは工業用水。あ、工業用水。水と硫酸を合わせて気硫酸作るんでしょ。ってことはこれで揃ったね。硫酸と工業用水、これもう組み合わせちゃっていいのか。お、バッテリー液。あとはそのね、空のバッテリーみたいなのがあれば。ここに階段もあるんだよな。ちょっと待ってね、ビリーどこにいんだっけ。ビリーどこにいんだ、あいつ。もしかして今あれか、ビリーのとこ戻れる。ここのロック開けたからさ、多分だけど内側からロックかかってるみたいな感じだったんだよね、ここ。で、ここが開いたから、行ったことある場所に出るんじゃないのか、これ。あ、あー、ここはじゃん。奇跡的に助かったビリーを。回収した場所じゃん。なるほど。一応、戻ろうと思えば戻れるよね。これでビリーのところ。いや、ビリーのとこに戻るっていうよりも、ビリーをここに来させるべきか。なるほど、今度はビリーの単独行動か。ちょっとなぁ、マグナムしか持ってねえんだわ、ビリー。ちょっとショットガンの弾、一応これ拾っていくか。
敵に遭遇したらどうしよう。グレネードランチャーも、まあでも榴弾あと一発しかないから、これ撃っちゃおうか。なんか撃っちゃった方が楽かな、やりくりが。はい、頑張って戻りましょう。こっちだよな、来た道。ん、あ、そっか、こんな部屋あったな。一旦ここでセーブしていこうか。こいつ結局起きないんだよな。この BGM 流れてる部屋はさすがに安全だよね。安全保証されてるはずだよね。ちょっとなんかいろんな弾薬がごちゃごちゃになってきちゃってさ、どうしよう。まあでもタイラント戦で不甲斐なくてやり直してって思ったりもしたけど、まあ一旦セーブはしておこう。でレベッカのとこに戻るけど、まあビリー一人で来た道戻るだけだし、仮に敵に出くわしても無視してもいいよな、戦わないで。でどうしても戦わなきゃいけないってなったら、一発だけ装填されてる榴弾を使っちゃおう。よし、待ってろレベッカ。通ります。あー通る、わー、いっぱいいる。思ったよりいっぱいいるじゃん。聞いてねーよ。あれ、こっちでいいんだっけ。こっちでいいんだ多分。撃っちゃえばよかったかな。うせー、向けてるから通れると思ったらもう一体いいんだもん。ずりーよあれは。それは聞いてねーぜ。俺もう腹痛になっちゃったじゃん。でここだ。あ、あー、いっぱいいる。オーガー、なんかダウンとか取れないの。焼夷弾、あ、ストップ、ストップ、あ、やべ、これ死ぬんじゃねえ。おぶねえ、死ぬかと思った今の。通ろう通ろう通ろう、行っちゃおう行っちゃおうぜ。ふぅ、死ぬかと思った。回復アイテム今レベッカが持ってんだよ。いや、油断してビリーになんかあんまり持たせてなかった。あー、ここにハーブ2つあるけど調合できんのもレベッカだけだもんな。ビリーには調合できないし、ちょっとこのままどうにかレベッカのとこにたどり着きたいのだけど。あ、ショットガンの弾またあるね。取っとこう。あー、やっと着いたぜー。なんかすっげー暇そうにしてるレベッカ。すげー暇そう。ごめんな、待たせて。ちょっととりあえずハーブくれるか。うん、赤緑の強力なやつ残しといてよかったなこれ。わあ、一気にファイン、あの状態から。うん、二人とも回復できた。ゴンドラに乗らせるときはレベッカの方がやべえと思ったのに、結果的にビリーの方が危険な目にあったもん。さあどうしよっかな。これでさっきの階段の下に行くんだよね。ちょっと待ってね、アイテム交換するわ。なんかグレネードランチャーをレベッカが持ってた方がいいような気がしてきたな。この状態どうだい。どうなんだい。うん、基本ビリーがハンドガン使ってヤバくなったらレベッカのグレネードランチャー。今弾いっぱいあるしね、焼夷弾。これが安定な気がしてきた。よし、進むぞ。やっと二人で進める。あー、えらい目にあったぜ。で、さすがにここは復活してないな敵。ここの階段の下がまだ行ってないエリアだ。行くぞ。
さあ怖いな。地下9階の、あ、ここか。あそこが多分なんか内側からロックかかってるみたいな感じだったんだろうな。あそこを開けて、あ、なんか高いとこにバッテリーあるよな、あれ。棚の上に何かあるようだ。レベッカを持ち上げますか。あ、そういうのもありなの。そういうのもありなんだ。え、じゃああのフォークリフトのとこのカードキーも取れそうじゃない、この感じで。やったー、高出力バッテリーを取りますか。完成するでしょこれ。レベッカが、え、まだ、え、あ、それフラグになってるんだ。はい、メニュー開きます。メニュー開きますよ。で、ちゃんと作戦あるわ。意味なくメニュー開いたわけじゃなくて、ハンドガン持ちのビリーは勝手に撃ってもらう。で、体力のあるビリーを盾にしつつ、ちょっと後ろからレベッカがグレネードランチャーで撃つっていう感じにしたい。虫だし焼夷弾効くでしょ多分。よし、やれ、おらー、どうだー。あー、今ちょっと食らっちゃったか、ビリー無駄に。あ、ここで培養されてたんだ、このカプセルで。上にあったカプセルのでかい版だねこれ。はあ、なるほど、こっから飛び出してきやがったのか。でもそんなにダメージ受けることなくどうにかできた気がする。で、この高出力バッテリーを、大きな電力供給が必要な機械に使う高出力バッテリー、長い間使われてなかったんだろう。バッテリー液がなくなってる。あいたたた、そりゃ困ったぜ。どこかにバッテリー液があればな。あります。これで完成。バッテリー液は補充されている。よし、これでフォークリフトを動かせるな。いやー、でも今の作戦ハマったな。うん、ハンドガン撃たせながらビリーを盾にして、後ろからグレラン、これ基本戦術になるんじゃない。これ戦いやすいわ。あ、でもバッテリー手に入れたからフォークリフトのとこ戻ってもいいんだけど、ここも、あ、ここむしろ向こう側からロックされてんだ。あ、そうなんだ。じゃあ戻るか、とりあえず。うん、よし、ここここで、このハーブも調合しておきたいかな、ね、ずっと取ってなかったけど、今回復アイテム切らしてるのでちょうどいいな。調合で、バッテリーを、なかなかしんどい目にあっただけは、あっただけの収穫があったね。で、フォークリフトが動かせるようになったから、うん、フォークリフトが動かすそうだ。リフトのスイッチを押しますか。あ、ちょっと待って、それは乗ってからでしょ。じゃあ向こうを見てくる。ええ、向こうを見てくる。で、ビリーに乗ってもらって、で、ビリーを高い高いすればいいわけだ。ビリーはよく高い高いされるね。コウモリにもされてたし。で、カードキー。取れたー。勝手に下ろしてくれた。で、このカードキーをどこに使うかよ。次の問題は。アンブレラの社員が使用しているカードキーのようだ。うん、ちょっと待ってね、あと行ったことない場所どこだ。了解。あ、間違えた。合流しろ。了解。何でも了解するな、レベッカは。イエスマン、レベッカ。あ、そうか、この部屋行ってないのか、ここ。あれ、なんで行ってねえんだっけ。ダムだ、ダムだ、ダムだ。
あのなんか線で仕切られてるあの区間、水の流れが激しくて通れなかったんだ。でその先進んで、その先にカードキー使う場所があんだな。わかりました。でもさ、ここなんかもうフロアが分かれすぎてて、どこがどこに繋がってっか分かりづらいんだよね。ちゃんと戻れるかな、あそこ。ちょっと頑張って戻るわ。あー、そういえばこれの手前のフロア、ゾンビいたよな。この上。逃げてきたけどさ、ビリー。さっきビリー一人の時に。近くない?絶対近すぎるよ、今のは。反則ですよ。レギュレーション違反だよ。よし。やったか?生きてんな?よーし、最初から頭吹っ飛ばして。いや、ハンドガン持ってると普通のゾンビには強気に出れるな。マグナムとかグレランだとさ、普通のただのゾンビに使うのはもったいなくて、ちょっと、なんだろうな。逆に困るんだよね。カスタムハンドガン戦いやすいわ。で、あれ、こっちじゃねえわ。あの、ハンドつけた扉だな。ここをまた進んでいくと。ああ、それはここにもいるんだった。止まれ止まれ、立つな。よし。いや、敵複数だときついとこはあるね。ハンドガン一本だと、まあ、どうしてもきついときはレベッカのグレネードランチャーが火を吹くけど、そうだ、ここもダッシュで逃げたんだったな。で、この先がセーフティールームだ。あー、ここまで来たぞ。とりあえず、で、ちょっと俺今めんどくさいことを思いついてしまったんだけど、せっかくショットガンの弾も持ってきたんだし、一旦この部屋までショットガン運んでこようかなって思って、いや、それ必要かって思うとこもあるんだけど、用心深い男なんで。ちょっとカットするからさ、ショットガン取ってくるわ。いや、あのね、ちょっと考えてることがあって、この道進んでいくわけじゃん。このあそこが水流が激しかった場所で、その先進んでいって、なんかさ、この場所不自然じゃない？1階なんだけど、行ったことない場所でね、この広い場所なんかボス戦かなんかで使うんじゃないかなって。ここでもうラスボスだったりしない？なんか処理場やたら長いし、長さ的にもなんかそんな気がするんだよね。だからもうなんか養成所とかあっちの方に戻ったりはしないと思うから、一旦ショットガン持ってこようかなと思った次第であります。まあ多分もう敵出ないはずだから、サクッと取ってこよう。これこれ、ここに置いてきたんだよ、ショットガン。ちょっと武器が増えすぎてね、取捨選択が難しくなってきてるけど、とりあえずあのセーフティールームには運んでおこう。よし。はい、ただいま。じゃあショットガンの弾とショットガン本体はこのセーフティールームで保管しておこう。まあ本当は持ってきたいけどね、全部を持ってくことはできないので。でもなんかハンドガン撃ちすぎて弾切れになってきたとかになったら、戻ってきてハンドガンと交換するとか、そういうこともできるし、マグナムはもう少し温存したいし、まあそんな感じで、じゃあ今回はここまでにしようかな。ちょっと動画編集したら、もしかしたら結構今回は短くなっちゃってるかもしんないけど、わかんないけどね、やってみないと。
でもこっから進むとまたなんか先が長そうなので、うん、ここらでは一旦中断しとくのがいいかな。はい、じゃあセーブしてまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。